あ、そういうのはないっすね。思い入れ、そうっすね、ないな。去年キャリアハイのやつとか、あ、何にも、だからあの、何にも残ってないっすね。去年初ゴールの時に決めたスパイク、あ、なんかそういうのあんまやんないタイプかもしれないっす、俺。胸にしまっとくタイプかもしれない。物はもうあげちゃったりする感じ。そうですね。あ、それこそそのなんかオークションに出させてもらったり、うん、お世話になった人にサインしてプレゼントしたりとかが大体多いですね。あ、左から履きますね、靴下とか。別になんか縁起っていうか、なんかただ気持ち悪いだけなんですけど、左から、なんかなんとなく全部左から行きたいかなっていう。左から入りますね。そう、意図的に。なんかちょっとこう歩いてこう入っていく中で、なんか歩幅が合うとなんか嬉しいじゃないですか。わかりますか。こうちょうど入場してって、ま、なんかそんなんですか。右足になりそうでちょっとこう合わせるとちょっとやだなみたいな感じの時ありますけど、そのままスムーズにいけると、お、今日ちょっといいじゃんじゃないですけど、特にそれでなんかあったことはないんですけど、やんなかったらダメとかじゃないんですけどね、なんとなく気持ちいいから。あ、そうっすね。